はいどうも、アーチです。はい、本日はですね、道具紹介やっていきます。紹介する道具はこちらですね。はい、リストガードです。これね、マーコ BD さんでいいんかなっていうやつです。はい、これね、ちょっと前になんか流行ったっぽくて、僕知らなかったんですけど、僕の友達のナオピーチャンネルがなんか取り上げてましたね。これと違うタイプですけど。で、僕ずっとこのリストガード、こっちのこれですね、このマジコスポルト、これをずっと愛用してました。まあ、これね、僕ずっと気に入っててこれ使ってたんですけど、まあ、ちょっとね、やっぱりね、長いこと使ってるとこのマジックテープ、まあビリビリのやつがすごく弱くなってくるんで、どうしても一定期間で買い替えないとやっぱ無理だなーってなって、で、まあ買い替え時期だし、またマジコスポルト買おうと思ったんですよ。これも多分6代目7代目ぐらいなんですけど、今回これ、先日ですね、アクトスポーツセカンドの方に行ったらこれがあったので、はい、買ってみました。値段がね、400円ぐらいこっちの方が安かったんですよね。マジコスポルトの違いを言うと、マジコスポルトって右手首用と左手首用で分かれてます。これ左手首用です。僕右手はつけないので、こう止めるんですけど、まず1個ここで止めれて、でもう1段階きつく締めれる、はい、っていうのがまあいいなと思って使ってます。で、僕がなんでこれマジコスポルトずっと使ってたかっていうと、この裏面ですね、布なんですよ。布製、マグダビットとか、セラミックパーギアとかで、裏面がゴムなんですよね。ゴムっちゅうかシリコンっちゅうか、まあ汗を吸わないんですよ。僕かぶれるんですよね、肌が。こう見えてっていうのもおかしいけど、結構ね、肌弱くて、実は、夏場とかも蒸れてかぶれてもかゆうてしゃなくなるんですよ。なんでせめて汗吸ってくれるこの布製、この手首のところが当たるところが布製のやつが好きだったんですけど、今回このマーコッチ BD さんもね、これ布製で汗吸ってくれる感じなので、ちょっと試しで使ってみようかなと思って、はい、買ってみました。で、締め付けはどうだろうね。まあでもマジコスポルトの方が強い感じはする。まあやっぱ2段階締めれるからね。2段階締めれるやつもあるみたいです。ただ僕は親指掛けが好きなんですよ。この指引っ掛けるやつ、理由はいろいろあるんですけど、まず一つはシンプルにつけやすい。手首こう親指通さないタイプってつきにくいんですよ。アマチュア野球、まあ草野球もなんですけど、時間があんまないじゃないですか。打席に準備してる時間ってあんまりもうもったいないんで、これだったらもうサッとつけれるんで、手袋はめて、手袋ちょっとこの後バスに行くつもりなんで手袋車に入れてるんですけど、まあ手袋をつけてこうやってこれで完成じゃないですか。これがいいんですけど、だからまあ親指掛けが1個好きな理由は1個それと、まあ、これは親指掛けがないやつはちょっとわからないんですけど、僕できるだけこう手首がこうなってほしくないですね。こういう状態バッと持つとこうなりたくないですね。こう絞れるというかこうなりたくないです。できるだけこのまま言っときたいんですよ。まあそれはまあ骨につながるんで、軌道が外れる、手首が立っちゃうとこうスイングしようとしても手首が立つと脇が締まって肘が下向いてその方向にグリップは移動するので、上から入る要因になるんですよね。一つの原因ですね。まあこれだけじゃないんですけど、だからできるだけ手首はまっすぐ、この肘からこうまっすぐこの状態でいたいからつけてるっていうのもあります。はい、この親指付きの方がそれがなんかやりやすいような気がします。これに関してはエビデンス全くないです。手首をまっすぐしたいからつけてるっていうのと、あともう一つ目、三つ目の理由なんですけど、まあこれはもうこの親指掛けとか関係なしの理由で、僕つけなきゃバッと触れないんですよ。これもう痛くて、左手首がもうこのサポーターがないともう手首痛いんですよ、マジで。
もう遊びでバット振るのも痛いぐらい。まあプラスチックバットとか軽いバットを振る分には別にそんなにダメージないんですけど、まあその原因は昔こうやってこういうスイングしてたからですね。レンティとかも、僕レンティ好きだったんで、高校の時とか数振れるから、数振れば上手くなると思ってたんで、だからこうやってこういうスイングしてました。まあ、手首こねてヘッド返してヘッド効かせるみたいな感じの打ち方をやってたんですけど、まあそんなこともあって手首を痛めましたので、まあサポーターがないともうバットは振れません。もう思いっきり振れません。まあこれもなんですけど、サポーターがないともう本当にバットが振れないっていう、体になってます。だから僕はレンティーは否定派です。今の、考え方だったりとかだったらもうちょっとやりようを考えることもできたと思うんですけど、昔は本当にもうがむしゃらに、それこそ高校生の時とかもうがむしゃらにバット振ってたんで、そう考えると仕方ないかなっていうのを思いますね。まあ年食ってから痛い目見てるって感じですね。まあ、このマーコ BD ですね、あのサポーターなんですけど、まあ一回これ昨日抜線で打ったんですけど、まあ、実際ちょっとあのホールド感はマリコスポルトの新品の頃と比べるとやっぱりちょっと弱いかなっていう感じがしますけど、十分です。うん、十分で400円ぐらい安いんで、こっちの方が、まあ、今後こっちでいいかなっていう感じですね。うん、これで振ってても全然さほど痛くないんで、もう僕の体が痛いか痛くないかっていう判断なので、はい、なのでまあこれはこれでありかなって思ってますっていう感じで、まあ、なんかこれめっちゃ人気らしいですね。まあ僕はこの親指つけて巻くタイプの方が好きなんで、こっち買いましたけど。まあ、ナオピーの昔の動画、貼っとくので、そっちの方に別のやつ、紹介してるんで、そっち見てください。っていう感じで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、いいね、応援コメント、で、あちらの動画も一本見ていただけると嬉しいです。あ、そうそう。んで、メンバーシップ始めましたので、よかったら、登録してください。それでは、失礼します。はい。